トランプルギターかつかける寿司大食い勝負話が一番めんだよ結局。もうせーのおいしゃどうも、アクセガタットシュチュトシーズ林田さん、はい、トランプルギターかつかける寿司大食い勝負はい、ということで今回はくら寿司で寿司を大量に買ってきました。はい、で、これからですね、こちらのトランプを使ってあるゲームをします。こちらのトランプから1人ずつ1枚を引きます。で、その出た数、まあこれだったら2、2巻食べてます。で、それで出た感想を食べて、全員が、勝負がつくまで食べるという企画でございます。はい、まあ、今回はいつもはね、なんか好きなお寿司買ってきてるんですけど、今回はもうみんな普段食べないのもあるね、まあ、ランダム。そう、それで好きなやつを取っちゃうと軍艦とか残っちゃうじゃないですか。まあ、平等性があるというわけで順番に取っていってください。1巻ずつ、まあ、最終的には多分人気が残ると思うんですけど自身一緒に制限時間5分で食べてください。はい、マックス13巻まあ、もう5分で食べてください。運ゲーだ、運ゲーです。それではじゃあ早速やっていきたいと思います。それでは、いただきます。はい、それでは早速やっていきます。はい、じゃあ順番どう引きますか。まあ、挨拶中でいいんじゃない。まあ、そうですか。はい、なんか、よろしくお願いします。あ、まあ、そうか。あ、すいません、ここなんですけど。まあ、そしたらここよ。ここなんですけど、じゃあ、せーので画面に見せてください。いきます、せーの、はい。うわ、やばい数字。おーっそー、待って、せーの、はい。うわ、10、9、9、11。おお、全員多いな。じゃあ僕から取りますね。多い順からしよう。あ、多い順から。ちょっと俺と塩気も3、4、5。みんなの好きが偏ってるっていうのが分かる。上にほんといかないやん。はい、それでは皆さん、予想ありました、はい、で、僕は11巻でこちらです。まあ、基本みんなが好きそうなやつですね。俺は10巻でこれです。まあ、タクトにて。はい、僕9巻。これも9巻で、自分語りがすごいね。では早速、今から5分間測って食べていきます。はい、まあ、最初なんで皆さんね、何分か余ると思いますが、まあ、食事ですね。楽しみ。それでは、よーい、スタート。いただきます。いただきます。好きなものしかない。何しろ、超麺だよ、結局。うまー。うん、うん、全部いいだ、今日天丼やねんか、朝一だな。あ、本当いいよ。うまい。でもこの量だと割と一緒だな。あ、いくらうまっ。マジで今日身引きますね。うん、すごいよ、プリプリしてる。なんか店で食うのよりうまっ。うん、あ、一貫め、分かってたけどめっちゃ噛む。次マジ一貫とかにしとかないとな。ブリ貫祭りじゃん。はい、ラスト、マグロ。はい、ごちそうさまでした。はい、泣く泣くクリア、残り1分10秒。さあ、続いてこのカードをね、引く番です。まあ、3箇所ね、真ん中行くわ、僕は対角線。じゃあ俺も対角線しよう。まあ、真ん中クイーンとか来んな。いきます、せーの、はい。うわ、多いなー。うわ、微妙。うわ、多いなー、これ。せーの、10。うわ、10。うわ、10。やば、え、終わりじゃん。まあ、たまごね。はい、1個から。お前の悪い。はい、同じ、はい、また同じやつ。はい、それでは皆さん選び抜きました。はい、僕が食べる10巻はこちらです。まあ、軍艦が多いよ。僕の10巻はこちらです。まあ、ギリギリまだいいかな。僕の6巻こちら。俺の6巻ちょうど1回のレントで出るよ。それではいきます、5分間よーいスタート。いただきます。俺次やばい、軍艦先食ってた。あ、マヨネーズやばっ。うまピンとだ、えぐ。マヨネーズやばっ。肌がすごい。マヨネーズの手しっかりの。はい、ラスト。よし、まあ、ただ10分以内に10歳くて俺や、普段普段の。はい、オッケー、55秒。ラスイブなんかあったんじゃない。ないとね、やっぱ食事なんだよね。あっという間に終わるものがいい。寿司食いね、1時間熱唱。あ、いいじゃん。1時間。ということで、今回急遽決まりました。B だった人は1時間寿司食いで熱唱。自分で言ったけどやべえな。さあ、引いていきましょうかね。急に空気感が変わったか。せーの、バン。お、マスクない。あー、いや、俺ちょっと下に見えるぞ。せーの、バン。5だ。4だ。11。8だ。いいじゃん、歌うまいから。そうだよ、終わったじゃん。僕が選んだ11巻こちらです。いくら尽くしです。それはこれです。エビ多め。僕5巻でスープや。僕4巻で全体的に赤い。
一巻さ、出てもさ、いいんだけどさ、待ち時間が長くてな。その今次元ちゃうんで。ちょっと5分間行きましょう。よっしょーい、スタート。いただきまーす。かかんないからね。乾杯。うまいな。うまいな。マジでこれミキ。今日作った人すごいね。うわ、やばきっついな。はい、もう食べました。19秒ギリギリギリ来るなら大きいかちっちゃいので頼む。大きいのいいんだ。そしたらウサギよく死ぬから。でもさ、さっき全員左利いたよね。関係なさそう。結局運よ。いや、まあまあまあ頼む。3か2か1で来てくれ。せーの、お前の日々だった。じゃあ僕は4巻でこちらですね。まあでもあまり人気がないです。俺はね、もう2巻っていうより早い。卵とサラダ7巻重そう。7巻全く以上です。お子様セットって感じ。確かに。それでは5分間用意スタート。いただきます。うわ、超楽だわ。いや、俺も楽だ。さっきから2桁だったからね。何からか。あ、うめえわ、やっぱこの関数だと。みんな二人ミキサー脱落してあるゲートじゃない。いや あと4秒おいなりやべえ。はい、それでは続いて5ラウンド目ですか。じゃあちょっと今何巻食ったか言いましょうか。しょうちゃんから。僕はね、22巻11皿ですね。11皿36巻。18皿ですね、僕。俺31巻結構食ってんの。俺30巻。うちゃん以外結構みんな食ってるんだよ。じゃあもう運命。まあ多分次10引いた人は進むでしょう、その3人の中は。そうだな。行くぜ。せーの、はい。おお、待って、俺終わった。せーの、はい。あー、これは熱すぎる。これは熱い。俺らキングだよ。え、食えない。次だって美味しいやつ。はい、というわけで僕は13巻でこちらですね。おいっす。圧倒的量だよ。はい、僕13巻で、こちらイレギュラーコーンですね。3巻で、3巻盛り合わせの店で出てるやつ。3巻でエビエビエビです。49巻。やば。詰め込みはゼロ。よーい、スタート。いただきます。あらららら、やんなー。お前もう食事じゃないの。おいしい。もうなくなっちゃったかな。さあ、今のところ、たっくんはいいペースですね。しょうちゃんは食事ですね。あ、もうなくなっちゃった。あ、そうしました。はい、残り9。かっけー、俺かっけーよ。これはたっくんよ。うわー、やべー。かっこ光ってた話になんない。引くぞ。いや、俺は信じるわ、左を。で、俺はお前の次を引けば安全なの。で、俺が強者の翔ちゃんが引いた後引けば安全なの。で、俺がさらにその人を引くことによって安牌っていうこと。行こう。せーの、じゃあ、うわ、せーの、はい、4 7 11。よし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 。風を切って走ってゆく希望の街。すげえな、お前ある意味運持ってる。もう食え、もう食え。いや、すごいな。いや、もう食え。半数が10以上。あの、ここちゃんと食わないと終わったことなんだから、ここだけ食おう。ワンちゃん君らが食えないと同日味って意味になるから。うん。ああ、そっか、それがあるのか。じゃあやってみよう。ワンちゃんまだわかんないから。よーい、スタート。いただきます。ごちそうさまです。ということで、1時間寿司食いにはたっくん。一言どうぞ。いや、まあ罰ゲームじゃなくて楽しみに変わってもらいますよ。噛むなよ。噛むな。ご視聴ありがとうございました。よいしょ。まあ今後もね、またこれ、まあこれぐらいのあれだったら結構いい勝負になってるわけで、皆様はまた楽しみにしてください。はい、チャンネル登録、高評価お願いします。お願いします。また次回の動画でお会いしましょう。じゃあね。ああ、きつい。
り。